白さん、こんにちは。こんにちは。今回はまた訪問看護あるあるとかいう感じでいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、前回は訪問のインセンティブについていろいろ聞かせていただいたんですけど、はい、また今日白田さんに訪問について聞いていきたいテーマがちょっと見つかったので、今日また時間を取っていただきましてありがとうございます。まあ、簡単にでいいんで1分かかんないくらいで、白畑さんがどういう人かっていうのを簡単にお話ししてもらって、私の方が質問ぶつけるっていう流れにしたいんですけど。はい、私はですね、川崎市多摩区のラクセムという会社で訪問看護ステーションに勤務している白畑健一と申します。業務としては、管理業務が中心なんですけれども、求人対応をしたり職員教育をしたり日中のスケジュール管理したり、そういった雑用チックなことはいろいろやっております。ステーション規模としては看護師とリハ職士合わせて、約50名ほどの規模でやらせていただいていて、川崎市とあと隣接した東京都の訪問回っております。個人的なところを言えば、出身は山形県で筋トレ、ゴルフ、釣りをたしなんでおります。あ、趣味ですね、はい、いやいやいや、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ訪問についてのはもうどれくらいなんですかね、訪問系に進んでからは。そうですね、前職でも少しやっていたので、そこを入れると、8年9年くらいになりますかね。じゃあ一通りの訪問の看護ステーションでのリハビリの働き方とかそういうところに関しては、流れもいわゆる法改定とかもいろいろ経験されてるっていうあれですか、認識で大丈夫ですかね。最低限は大丈夫だと思います。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。新卒から訪問に行く人っていうのは結構少ないと思うんですけど。そうですね、大体3年ぐらい働いて、で、在宅でに少しずつ分かる範囲が増えてくると興味を持って、転職される方が多いと思うんですけど、結構ある問題が、学校教育ではあんまり訪問ってのことってあんまり習わないじゃないですか。訪問に行くってなった時に不安な人が結構多いみたいなんですよね。こう研修とかどうなのかなとかっていう、あとどういう能力が必要なのかなっていうところで、っていうところで見た時に、病院でのリハビリテーションを提供するのと訪問でのリハビリテーションを提供するっていうのは、の違いっていうのをなんか簡単に教えてもらえますか。はい、かしこまりました。僕ももともと回復期の病院に勤務してまして、そこから在宅領域に入ってきています。一番僕が違うと感じたのは、やはり病院だと基本的に毎日患者さんに関われるんですけど、在宅だと多くて週に2回ぐらい、基本的には週1回なので、そういったところでの、病院でやってるアプローチをするだけだと患者さん、利用者さんがなかなか変化していかないなっていうのと、リスク管理も難しいなっていうのが一番感じたところですかね。臨床面で言うと、そこがちょっと最初は宿泊してどうしようかなっていう悩んだ時期はもちろんありましたね。あと働く面、臨床以外の面に関してですと、訪問、基本的に利用者さんのご自宅に伺うので、うちは車かバイク中心なんですけど、基本的にそれぞれ個別性のかなり高い環境でのサービス提供になる、かつ医療情報が基本的に、例えばレントゲンとか CT だとかそういった情報がないことの方が多かったりするので、持ってる情報の中でサービス提供しなきゃいけないのと、移動する時に暑い寒い雨風なんかもよく言うと季節を感じれる訪問という形になるんですけど今年の夏ものすごく暑かったですもんね。そうなんですよね、いろいろ暑さ対策しながらいや、すごいこんなに暑い中訪問してる人を私も見かけるとすごいなっていうふうに見てるんですけど病院だと毎日、入院患者さんです基本的に関われるってことで、大体訪問看護ステーションから理学療法士がこう出たりとか作業療法士が行くときっていうのは週に何回ぐらい介入するものなんですかね。多いね、やっぱり週1回の方が多いですかね。うちですと利用者さんでリハビリ介入してる方でも400人ぐらいはいるんですけど、はい、月の利用回数の平均が 6.5 ぐらいなので、週にやってる人の方が少ない計算になりますね。じゃあ外来リハビリに結構近いんですかね。外来リハビリは自分で通ってきますけど、外来で週5とかってなかなか聞かないと思うんですけど、週1回とか。あ、そうですね、かかる頻度としてはそのぐらいに近いと思います。1回の訪問で大体何分ぐらいあるんですか。40分か60分なんですけど、うちは60分で加入の方が多いですね、病院と訪問っていうのの違いっていうのはちょっと分かってきたんですけど、
なんか訪問で求められる能力っていうのはそのレントゲンとかそういうのがないから、どちらかっていうとこう臨床 の、 そのいわゆる理学療法的評価とかがすごく重要なのかなっていうふうに聞いてて思ったんですけど、やっぱそうなんですか。実際はなんかまあたまによくあれあれなのが、白田さんとか違うかもしれないんですけど、ただなんか公園散歩してるだけの人とかをたまに見かけたりとか、そういうのちょっと話題になったじゃないですか、お散歩してる PT。 そうですね、はい。まあ、それでなんか60分散歩してなんかおじいちゃんおばあちゃんとデートして終わりとか、なんか多いと、なんかまあ私が言ってたわけじゃないですけど、そういう話はまあ、ちょっと何年か前出てたと思うんですよね、お散歩 PT みたいな。そうですね、実際割といろんな学会で上野先生方が話されている中で、やっぱ在宅での問題はそういったお散歩 PT だったり、逆に回復期とかだとマッサージ PT だったり、在宅でもマッサージいますけど、はいはい、そういったところはやっぱり学会とかに行っても結構話題にはなってますね、やはり。あ、やっぱそうなんですね、はい、実際そうですね。で、在宅で、まあ、必要な能力ですよね。はい、そうですね、はい。まあ、今間違いさんがあった医学的情報、医療情報に関してはやはり介護保険で入る方が多いので、はい、そういうケースだと情報が病棟で取るよりは少ないのはやはり在宅の特徴ではあると思います。まあ、逆に言うと状態が安定しているからっていう前提もあるので、うん、はい。ただ一応まあ僕らも例えば脳梗塞だけとかっていう情報しか取れないで話することも多かったりするんですけど、はい、まあ脳血管得意な職員だと、まあもう症状からどの辺の病巣かなっていう話をして加入したりはします。はい。ただまあ一応まあ僕が考える訪問で必要なスキルとしては、まあ大きく挙げとしては3つぐらいあるんですけど、はい、僕絶対的に必要だと思うのが、やはり連携とかコミュニケーションのスキルですかね。やはりうちに年間50名ぐらい見学とか面接で応募を平均するといただくんですけど、やはりその在宅料金が初めての方で、やはりその訪問に関しての漠然とした不安が多い方がいるんですけど、はいはいはい、やっぱ見ててこう業務でだんだんこう自信持って加入できるのって、利用者さんとの信頼関係だとかを早く築けるようなコミュニケーションスキル持ってる職員の方が安定して業務にはつけてるかなという印象はあります。で、まあ、実際そのコミュニケーションと連携っていうところですと、まあ、対利用者に関してはそういった信頼関係の築き方といった能力が求められると思うのと、あと連携に関しても在宅系の学会に行くと大体そういうテーマで発表している方かなり多くいらっしゃるんですけど、病院だとこう、まあ、電卓とかでその日の会に入力をすれば他の病棟職員とかが確認したりはできるので、うん、まあ、中での連携って、まあ、ある意味自発的に行かなくても取れたり、まあ、自発的に行く方がいいんですけど、はい、しますけど、在宅領域だとこちらから発信しないと主治医だったり薬剤師さんだったりヘルパーさんだったりっていうのが情報をちょっと拾うことができないので、やっぱイベントあるごとにこうアクティブに自分から伝える能力っていうのは、まあ、在宅領域は絶対必要かなと思います。あと2つあったんですか。はい、あと一応もう一つがリスク管理の面ですかね、はい、やっぱここが質問として一番多く出るんですけど、うん、やっぱり現場でやっぱり単独で判断しなきゃいけない場面がかなり多くあるので、はい、そういった不安がかなりある職員もやっぱりいますね。うん、うちはまあすぐ役職者に電話つながるようになっているので、相談はすぐできるんですけど、基本的にやっぱり在宅って本人とかケアマネさんとか家族からの依頼って、やっぱり医療関係者が週1回来てくれてるんで、だったら何か変化があったら、見つけてくれるので安心だなっていうところがスタートラインでもう求められていることが多いんですよね。はい、なので、まあ、生活リズムの変化とか病状とか含めてなんですけど、例えば僕も毎回気にするのって、まあ、自立度すごい高い方だったら不要かもしれないんですけど、服薬状況だったり、まあ、睡眠の状況だったり、はい、清潔関係だったり、うん、まあ、体重変動だったり皮膚状態だったり、うん、やっぱりそのこちらが先にこうアセスメントをしてあげて、でその情報っていうのを、まあ、必要なところに受診を進めるだとか、まあ、情報共有するっていうところを僕らがこう拾ってあげないと、まあ、その後にちょっと急変につながってしまったり、うん、まあ、防げた病状変化っていうのを、まあ、見落としてしまう可能性もあるので、もちろん日々勉強していきながらで大丈夫だと思うんですけど、やはりリスク管理っていうのはかなり
大きなウェイトを占めるかなと思います、うん。まあ、じゃあそのあたりっていうのは、まあ、やりながら覚えるっていうのはリスク管理もちろんそうなのかもしれないですけど、まあ、比較的こう訪問で働きたいなとかと思っている方であれば、病院の時からこうよりリスク管理を勉強していくっていうのが大事ってことですよね。そうですね、やはりそのなかなかこう病院ってある意味すごい20時間管理された環境で生活されているんですけど、うん、まあ、在宅になるともう昼夜逆転してる方もいたりしますし、確かに、もちろん飲酒してる方もいますし、はい、お風呂週に1回入るかどうかみたいな人もいたりするので、はい、やはりその個別性が高い生活をされているので、はい、その中でちょっとこっちで早めに拾っておきたいリスクっていうのをピックアップして共有するっていうのはかなり大事になってきますね。訪問ってどういう疾患の方が多いんですか？そうですね、ちょっと直近のデータ、うちのデータでまた申し訳ないんですけど、いえ、それが知りたいです。はい、ステーションによって結構差があると思うんですけど、うちだと基本的にはその、まあ、精神とか小児とか難病とかいろいろこうカテゴリーはあると思うんですけど、はい、まあ、精神はコース出た人しか取れなかったりはするので、うちだと起用でいくとやっぱ脳血管が割合はかなり多かったですね、リハに限って言うと。で、最近多くなってきたなって感じるのはやはり園芸関係の方、やっぱ多くなってきてですね、増えてる印象はありますね。あとは呼吸器関係ですかね、ちょっとじわじわと割合増えてる印象はあります。ただあと、まあ、難病も解説してもうすぐ10年ぐらいになりますけど、1割以上は難病の方ってやっぱりずっといらっしゃっていて、で、まあ、割合的にやっぱりパーキンソンの方が比較的多いですかね。なんかやっぱ呼吸器の患者さんとか、まあ、パーキンソンの方も胸郭の硬くなって拘束性の換気障害になると思うんで、まあ、そういう点ではそうですね、そう多いでしょうね、はい、そういうスキルがあるといいってことですよね。重要だと思います。なるほど、ありがとうございます、はい。研修とかっていうのであまりこう小さなステーションとかですと研修とかなかなかないと思うんですけど、ラッツさんぐらいの規模になると、はい、多分研修とかやってその新しく入ってくる人の不安を解消してると思うんですよ。そうですね、はい、はい。なんかどんな研修するんですか？うちの場合だと、はい、まあ、経験問わず入って 2,3 週間はもう研修の期間っていうのを設けています、はい。もちろんそういった座学のところもあるんですけど、座学もありますし、はい、あと、はい、運転の練習っていう時間も結構設けてます。そうなんですよ、はいはいはい。過去にやっぱりペーパードライバーの方とか見たりするので、はいはい、運転が自立しないことで業務スタートが遅れた方とかもいらっしゃったりはしたので。なるほどね。そうか、確かに訪問場所にたどり着けないとかっていうのがあるってことですね。そうなんですよね。自分の安全管理ができないと。はい。はい、はい、はい。なので一応研修としては座学だったら、例えば制度関係、法令関係であったり、はい、まあ、今上がったリスク管理の件だったり、うん、まあ、あとは接遇礼節関係ですね、うん、あとまあ急変時対応だったり、うん、あと割とですけど道路交通法、さっきの運転プラスですけど道路交通法っていうのが実は大事だったり。なんで大事なんですか？むしろ忘れちゃってるってことですか？いや、ですね、訪問って利用者さんの家に駐車場があるとは限らないんですよね。まあ、ないですよね、はい。そうなんですよ。なので止めていい場所とダメな場所だったり、はい、あとうち三輪バイクとかを使ってたりもするので、うん、一般バイクとちょっと扱いが違ったりするので研修の中でも結構やったりするんですけど。あちらさん、駐禁って取られたことありますか？僕は駐禁はない。まあ、過去にありますけど最近直近はないですね。道路交通法って結構前、まあ、結構前です、20年も経ってないですけど一回改正があって、今って緑のおじさんたちがいっぱいいますよこの辺、はい。そうですよね、取り締まってることが多いんですけど、はい、大体フロントガラスにペタって貼られるじゃないですか。大体最寄りの交番警察署に出頭してくださいと書いてあるんですけど、はい、そのまま出頭しましたか？いやいや、出頭しないと会社の車だと会社に遅れてきますよね。そうです。さすが。いや、あれですよ、うちの社員で捕まったのにそのままにしてて僕のところに来ますよ手紙が。はい、いつまでに払えって。そうです。でなんか、あれですよね、申し立てがあるなら申し立てしてもいいよみたいな。そうです。で、はい、それもあるんですけど、今、駐禁って、免許の点数と罰金、どっちも取られるんですけど、うん、書いてある通りに、警察に出頭すると、点数2点だったかな、はい、と、あと、
違反金取られるんですけど、出頭しないで待っててもいいんですよ。あの使用者のところに送られてくるまで出頭しないで、送られてきたものでちゃんと振り込みをすれば、特に罰とかなしに違反金だけで済んじゃうんですよ、うん、免許の点数を引かれずに。一応うちの職員にもそれは伝えてるんですけど、はい、これあの警察署にも確認済みで、書いてある通りに警察に出頭しちゃうと免許の点数も引かれちゃうんですけど、はい、すごいなそれ。確かにそうなんですよ。で警察もちょっとこれ、はい、まあおかしいけど法律上こうなってるんだよねっていうふうには言っていて、はい、そういった実はあまり皆さんがご存じない道路交通法だったりっていうのも訪問では研修でやります。あのちょっと近隣のステーションさんでも、あの違反をいっぱいしてしまって運転できなくなって訪問ができなくなった職員がいるっていう話も聞いたりもしたので、仕事ができなくなっちゃうので、はいはい、ちょっとまあそれはまあ本当にオプション的な研修の一部ではあるんですけど、はいはいはい、やっぱりその在宅におけるあのゴール設定の仕方とかですかね、うん、やっぱり医療機関とはまた入院期間が決まった中と、うん、在宅で加入する中っていうのでのゴール設定の仕方ってだいぶ変わってはくるので、そういったところの研修はやってますね。訪問リハビリやりたいなって、訪問リハに入るか訪問看護ステーションから行くかっていう、まあ大体2パターンだと思うんですけど、入ろうと思った時になんか見るポイントっていうのは結構、まあ給料とかももちろん大事なんですけど、その研修制度があるかないかっていうのは結構大きいってことですよね、はい、大きいと思いますね。やはりあのすでにこうそういった訪問のステーションさんで勤務されていて、うん、で、その、まあ、転職活動でうちに見学とか来られる方とかもいるんですけど、やはりあの研修をしてればそれを知ってたのになみたいなところでの、制度上のちょっと知識のところだとかっていうのはやっぱりあるなしは結構大きいなって感じたりすることは多いので、はい、実際あの僕らってあの、まあ、医療機関だとそれを考えることってほとんどないんですけど、訪問の場合だと他のサービスがいろいろ入ったりすることが多いので、このサービスと同じ日には算定ができませんだとか、医療機関からの退院日は算定できませんだとか、ちょっとややこしいルールがいろいろあったりもするので、はい、そういったところはやはりあの個人でやっぱり知っておいて、まあ、損はないかなと。やっぱり在宅でのやっぱり知識とかスキルアップをしたいという方がかなりやっぱり多くいらっしゃるので、まあ、まずは基本を知った状態でっていうところでスタートできる方が今後のためにはいいかなとは思いますかね、うん、やっぱり不安も大きいでしょうし。でところであのラクセムさんはあれなんですかね、研修も制度もしっかりしていると思うんですけど、今なんか PT とか OT とか ST とかで募集してるんですよ、まあ、看護師さん含め。そうですね、今あのうち店舗がまたちょっと増えましたので、はいはい、3店舗あるんですけど、一応まあ川崎の多摩、朝尾、宮前で各店舗で POS 看護師は募集をしてますね、うん、遠方の方とかですとこっちに越してくるのに援助する支援制度とかいろいろありますもんね。そうですね、いろいろホームページ見ていただければ、はい、結構そういったところは、まあ、はい、斡旋しているので、はい、ラクセム訪問看護って検索してもらったら多分上がってくると思うんで、はい、はい、興味のある人は、はい、よろしくお願いします。ぜひ、はい、見ていただけると、入ろうかなとか訪問ちょっと興味あるなっていうちょっとライトな人とかでも全然あれですもんね、なんか入ろうって、あの、はいはい、ホームページの応募フォームからお教えいただければ、あの、うん、Zoom とかでの会社説明とかもやっているので、なので興味のある方はぜひ行ってもらえるといいかなと思います。はい、お待ちしてます。じゃあ今日はすいません、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。